はいどうもおぱしです。今回はねドッキリ動画なんですけれども、おぱしや周りの YouTuber のみんなはリスナーのみんなだったり、仕事を振ってくださる企業の皆様だったりとか事務所のみんなに支えられて生活ができています。いつもありがとうございます。でそんな、感謝も込めてですね、事務所のスタッフさんに今回はドッキリをしていこうと思います。で今回どんなドッキリかというと、私おぱしがですね、ザンゲちゃんと、恋愛関係になってトラブルを起こして気まずくなったから決まってる仕事をドタキャンしたいというね最低な連絡をしたらどんな反応をするのかというドッキリでございます。これね多分事務所の方からしたら生きた心地がしないレベルの話なんですよ。多分やばいどうしようってなりますし、プラス、まあ、そのプロとしてどうなのみたいな、大人としてそれどうなのみたいな、でそれをしかも一番言わなそうな俺があえて言ってあげるっていうサプライズですよね。はい、どんな反応されるのか、まあ、正直しっかり怒ってほしいですね。ちなみに事務所のスタッフさんは僕より年下です。ではやっていきましょう。もしもし、お疲れ様です。お世話になっております。お疲れ様です。ゴーストスクランブルっていう案件をいただいてるんですけれども、それの件でちょっと少しお話があって、協力プレイで4人で楽しく遊んでほしいみたいな、案件なんですけれども、先月ちょっとザンゲちゃんといろいろあって、それでちょっとなんかもうなんか LINE もブロックされちゃって、でちょっとなんか4人で楽しく撮れるみたいな状況じゃなくなっちゃってて、ちょっとどうしようかなっていうご相談をちょっと、まあ、自分は、まあ、取れって言われたら取れるんですけど、まあ多分懺悔的には多分すごい嫌だろうなっていう。ちなみにどういうことがあったとかって聞いても大丈夫ですか？いやなんか懺悔が先月東京来た時にちょっとうち泊まってったんですよ。はい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 。でそれでちょっと一悶着あってっていう。あ、なるほどなるほど。はい。なるほどですね。ちょっとどうしようかな。懺悔ちゃん側の多分ケアが必要なのかなってさっきの話聞いてて思ったんですけど。はい。元気にはしてると思うんですけど。っていうのは全部嘘なんですけど。え、嘘。ちなみにこれメーカーさんから一切許可取ってないです。大丈夫です。楽しく協力プレイできます。それ私今ドッキリされちゃった。そうですそうですそうです。今ここでやられたと思ってなかったすいませんすいません、わざわざお時間いただいたのに。やっぱ懺悔ちゃんとそういうのは良くないしみたいな、一度受けた仕事なんだからプロとしてちゃんとやってくださいよって言ってもらえるのかなと思ったらめっちゃ優しいっていう。そうですね、基本的にはみんながやりたくないことは やりたくないならやらなくていいよ。なんだと、ゴーストスクランブルやりたいんでやります。やりたいんでやります。はい、ということで今回はこちらの4人でゴーストスクランブルやっていきましょう。イエーイイエーイ。ではこちらのゲームどんなゲームなのか、みんなにね、説明いただきましょう。みったんどんなゲームですか？モンストシリーズの最新作のゲームです。おお、みんなモンストやったことあるでしょう。あります、あるある。じゃあだいぶとっつきやすいね。こちらのゲームはですね、お化けがいっぱい出てくるのでお化けを蹴散らすアクションゲームとなります。お化けを蹴散らす、そうなんですよ。なんか手に武器を持ってね、お化けを蹴散らしていくんですけど、詳しくはね、うんうん、暗いの方で見てもらえればと思います。そしてそしてなんとこちらのゲームはお友達とねプレイできちゃうんですよ。それがバスターっていう対峙する方を3人とサポートしてくれるドローン1人の最大4人でのマルチが楽しめちゃうんですよ。おお、いいっすね。ということでね、今回開発環境なんですけれども、4人みんなね、おのおのちゃんと遊んで練習してきましたので、みんなで楽しく実際に遊んでいきたいと思います。やってこー、ゴーゴー。マジのアバターやば。かわいいでしょ。
ちゃん、かわいい。待って、どいてどいて、私が一番かわいいって。あざといわ。で、一番ふざけてるからちょっとぐらいいじってこうやってね、連れていける門級だったりアバターもみんな自分好みに変えることができるんですね。はい、個性を出すことができますね、うん、かわいい。では今回ね、ちょっと3人に危険度4イザナミのクエストに挑戦してもらおうかなと思いますよ。クエスト名からして怖そうねえ、うん、いけるかな。いくぞー。よーし、弾を3つ集めろ。回復は任せろ。まあ、とりあえずこいつら倒してくれ。そうね、そうですね。よしよし、近くに行ったら自動で攻撃してくれるんで、これね、これがありがたい。これいるよ、ここにも、ここにもいるよ。いっぱい来た、いっぱい来た。あ、私、溜まりました、溜まりました。ちょっと、あ、溜まった。いいんじゃない？あ、すごい。いけいけ。いいよいいよ。したい、もう。おぉ、何もいなかった。スキル無駄打ちすんのやめろ。やばい、すいません、待って、すいません、待って、今ね、あ、ありがとうございます。大丈夫か。私今んとこノーダメです。いや、いて、優秀。優秀。弾3つ集めて。あ、やばい、弾集めたいっすよね。弾3つ集めればステージクリアだよ、エリアクリア。あいつ、弾持ってます。いいよ、あと弾、あと弾2つ。ナイス、3つ。マジロン、ちょっと右下来て、こっち来て、マジロン。マジロン、やばい。マジロン回復しよっか。よし、アイテム取りますか。この取ります。あ、たま、ナイス。おぉ、ナイス、ナイス。そして次のエリアへ。ようこしさんに。わー、じゃあ許された。お、めっちゃ回復したじゃん、マジロン。ありがとう。じゃあみんなでバリアを上げよう。おぉ、すごい、マジロンリアしてる。めっちゃ強い。マジロン、バリアやるから強気に行こう。うわ、もう終わった。あ、もうバリア終わっちゃった。私も欲しい、それ。一個だけあげる。あ、あ、それくれ、私に。よっしゃ、待って、とつります、私。大丈夫か、次ボスバトルだぞ。ボス、ボス前に使い切っていいのか。おらおらおら。おし、じゃあ、で、で、なくなった。デコを置いてあげるから。ナイス、ナイス。これで、敵の攻撃がデコに集まってるから、今のうちに。なるほど、はい、ナイスアシスト。すごいね、これ。ナイス。最終エリアですよ。あ、イザナミかわいい。でかい、でかい、やばい、やばい。まずそうだ。デコよくよ、デコよ、後ろに置いとくから、みんな今のうちに。お願いします、いける、いける、はい、あ、弱点ある、弱点。あ、すごい、尻尾の方だ、弱点は。あ、痛い。え、お前さん、お前さん、助けて。サムゲ、バリアあげる、はい。あ、バリア、尻尾、尻尾、とにかく尻尾だ。アイテム取って、アイテム取って、もっと。アイテム、あ、もらってもらって。いいよ、ここいっぱいアイテム置いとくよ。すごい。サムゲ、サムゲ、お前アイテムいっぱい取ったから頑張れ。なんで死にそうなんだけど、私。じゃあ回復してあげるから。はいはい。ここだ。ちょっと、ちょっと。あ、温まってって、ここで。あ、いい、めっちゃいい。あったけー。これ撃ちます。あ、やばい、変なとこ行った。ナイス、おばあさん、ナイスアシストですよ。いや、ガチで。あ、ナイス、ありがたい、ありがたい、ナイス。見てくださいよ、サムゲのよだめ。おお、活躍してる。すごい、大活躍じゃん。次は私がドローンでやっていくので。はい、はい、はい、みんなちゃんと働いてよね。みんな助けてほしいときちゃんと言ってよ。あ、言うんだから。さあ、みんな行け行け行け。あー、ナイスタッチダウン。とにかくアイテムとか上げずにみんなに頑張ってもらおう。はい、頑張って。ほら、よしよし、今順調、順調よね。これ最初はね、近づくだけでオートで攻撃してくれるからね。で、オートで攻撃したらどんどんスキルが溜まっていくと。スキル発動するのがなんかモンストっぽいよね。そう、引っ張ってこう。確かに。そうね。あ、ここにあるよ、ここ。おい、ナイス、ナイス。超サクサク、みんな上手くないか。結構削れてるよ。すごい、すごい。あぶね。おお、ナイス、ナイス。イエーイ、イエーイ。おばしさん、よだめやばい。やり込んでるんで。やり込みましたね。はい、ゴーストスクランブルにはですね、騒げハイライトという機能があります。
クエスト中に盛り上がったシーンを自動で切り出してくれる機能でして、熱いシーンですとかあとは面白い場面がね録画できるのでぜひ SNS に投稿したり端末に保存して楽しんだりしてみましょう。すごいね、Twitter とか TikTok に直接上げれるんだね。うん、ね、すごく便利。こちらのゲームなんとねゲーム内でのボイスチャット機能も実装されているので友達とねゲームで喋りながら遊ぶこともできます。おおいいですね、いいね、めっちゃ便利。やっぱ連携取るにはね、うん、VC 必要ですから。そうですね、協力プレイなんでね、うん、ってことはその遠く離れた友達ともボイスチャットしながら遊べるってことですよね。そうです。おお便利。ではねちょっと一人でガチャ引いていくんですけれども、モンストのねあの人気キャラクターが輩出されるということで、モンストはですね、まあ、地球に住んでる人の約9割の方がアクティブユーザーで今遊ばれてるというふうに言われています。まあでも正直モンストしたことない子ってほとんどいないと思うんですよ。なんで多分みんなが見慣れてる人気キャラクターが出てくるので、まあ、引いてて楽しいんじゃないかなと。まあアリスとかナポレオンとかねアグナムートとかもう誰でも知ってますよこんなの。俺としては正直一番好きなキャラクターがあのルシファーなんですよ。ルシファーはまだ実装されてないみたいなんで楽しみですねその辺もね。さあでは10連ガチャ引いていきましょう。どんな感じのガチャなんでしょうか。ガチャル音だいぶポップで、さあ行くぞ、ストライクショット。まあ、このゲームストライクショットないんですけど、さあ金だと大当たり。お金2個、いいよ。レアミント、おノア。モンストでノア実装された初日にヒイラギさんと動画上げてノア神引きしたっていうのを動画で上げてるからね当時。懐かしいな、チャンドラとかもめっちゃ熱いな本当。さあもう一体の大当たりはなんとアグナムート。ということで一発で大当たり2体引けました。モンストみたいな感じで昔は強かったキャラとかが後々アップで入ってまた強くなったりとかいろんなアップデートが入ると思いますので、皆さんぜひねそこら辺はミクシーさんすごいんで楽しみにしててください。はい、ということで今回やっていきましたゴーストスクランブル、みんなでできる爽快アクションゲーム、皆さんぜひぜひインストールしてみてはいかがでしょうか。こちらのダウンロード先はみんなの概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。インストールしてね、お願いします。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。